体育の授業の思い出語ってください。2人組でペア作って。まあなんか少人数で仲いいグループだったんで俺は困んなかったけど、あれ結構えぐいよな、やっぱ毎回取り残されがちな子がね、普通にかわいそうだった。なんか爪痕ダブハン。そんないっぱいいないでしょ。でもなんか結構多いな。友達いても誰の一番にもなれない。別によくない。それで修学旅行でぼっちになっていろんな班にたらい回しにされた。なんでやろ。転校しようぜ。それちょっとどっかに仲良くなれる人がいるよ。なんで各クラス一人しかいないはずのぼっちはこの配信でたくさんいる。確かに二人組作ってて絶対一人なんだよな、そのあぶれるの。二人あぶれることないからさ、さすがに嘘だろこれ。やばらしい精鋭たち。まあでもなんか同じ雰囲気を汲み取って俺の足に来てくれる説はあるかもしれない。ぼっちだと気楽なこともあると大人になって気づいたな。なんかね、いちいちさ気になっちゃってさ、本当になんか人たくさんいるところが苦手なんだよな。なんか仕草とか、この人何考えてんだろうなとか。2、3人ぐらいのグループが一番好きだった俺は。ずっと。ずっとだね、今もだね。なんかな、考えずにはいられないというか、めっちゃ考えちゃう。俺ぶっちゃけ、だから、一人で生活してる方が好きなんだよ。今もだけど。一人暮らしもめちゃくちゃ好きだし。まあなんか、コロナかかったら、怖いなとかあるけどね。おしゃれなご飯屋。ああ、でもちょっとわかるかも、それは。フラッと入ったお店がさ、なんかめちゃくちゃ綺麗だったりするとさ、あ、やべ、これ俺がいる場所じゃねえ、みたいに。なったり、スーツ着てる人がねいたりすると、あのさ、家具とあの食器とかもさ結構見て回りたいんだけど、なんかね妙に綺麗なお店多かったりで探せないわ。オフハウスでもなんかオフハウスで中古の食器はなんか食器は嫌だなって思ってて、スタバとかは なんともなんない。なんか焼肉とかももう引っ越したその日にあのご飯ないから一人で行ったりしたけど、ご飯系は別に気にならないな。スタバね、イントネーションどうにかしろマジで。スタバのイントネーション、自分が自分を大事にする。まあ自分が気にならなきゃ大丈夫って、まあそりゃそうだよな、ぶっちゃけな。迷惑かけてるわけじゃないし。エピス配信者たちの平均身長高い気がするけどなぜでしょう。なんか何メーターだっけ、333メーター一番高い人で。